九州阿蘇の神主智成は、高砂の裏で松の木陰を吐き清める老人夫婦に出会います。二人はさまざまな故事を引いて松のめでたさを語り、相生の松の姓であることも明かし、和歌の徳を説きます。そして住吉で待つと告げて、船に乗り沖に消えてゆきます。その後、住吉神社を訪ねた智成の前に住吉明神が現れ、千秋万歳を祝って颯爽と舞を舞います。最もシンプルな上演形式である姉妹と能を見比べてご覧ください。